するのか薄くしないのか迷ってます。どうしようかな。あ、今日の洋服はミルキーさんにもらったお洋服です。ミルキー姉さんありがとうございます。かわいいでしょ。こんな感じです。全身見てみたい。全身はチャ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 ン。全身映るかな全身映るかな。これで映れそう。こんなイエーイ感じ事務所です。イエス、事務所の会議室借りてます。お気に入り。前髪ないの嫌ですか？嫌じゃない。前髪でもなんか短いからなくすことがあんまできないんですよね。どうやってなくそうか。こうなっちゃいますね多分。前髪をなくしたらこんな感じ。こんなここから持ってこないとダメなんですって。なんかメイクさんが言ってた。こうなっちゃいます。画質悪いですか？ひゃ、画質悪いですか？画質は悪くないよ。画質いいよだって。あ、じゃあ多分画質悪いって言ってる方はちょっと電波が悪いところにいるんやと思います。はい、すいませんね。こちらは画質が良かったです。で、今日はメイクも割と薄め、唇は濃いめです。あのね、変な立て方してるから消毒液置くな。いつでもここでプッシュできる。変な置き方すな。合わんくて下からやったらもうこんななるんすよ。アイドルの裏側見せんでいい。なのでもしかしたら倒れてしまうかもしれないんですけれども、ご了承くださいませ。見えんけんね、こっち側はね。こっち側見えないから、バックは見えんのよ。そうそう、了承くださいませ。じゃあ早速カラオケをやっていきたいと思うよ。今日公演ね、なんか思ったよりもなんか私のファンの方が多くてびっくりしました。多分後ろの方に座っていた方が多かったんですよ。今日の公演、お昼公演リセットね。めちゃめちゃ申し訳ない。全然なんか多分アイコンタクト取れてなくて申し訳なかった。
やっぱうちわって偉大で、そうでもやっぱお見送りでこうやってねって目会えたからそれは嬉しかったですけれども、本当にね、そう割と多かったんですよ久々のね劇場で見るみくりんはやっぱり最高だったよって、たくさんチャフったよだってね、見た、本当嬉しかった、ありがとう。ぶっちゃけ公園行ってもみくりん見れればそれでいいシーンよだっていやいやね、遊ばしようよ。ちょっと私もね全然最近そのコンって言ってもパフォーマンスに集中しちゃってなので、よっこいせと、なんか久々に歌う感じするんやけど、福岡の写真集のイベントが楽しみです、会いに行きます。ありがとう、待ってます、待ってますね。どっちにしようかな、よし、あ、止まってしまった、ごめんなさい、止まったらごめんねん、ごめんねごめんねん。定点カメラって最高な、定点カメラとメンバー前の前にあるカメラといっぱいあるから今日可愛すぎて苦しいです。だってカラオケ何歌うの、だって何がいいですか、何がいいですか。充電ねちゃんとしてたんで 100% です。白線の違いでないのかな、ないじゃんか。何にしようかな、止まってる、あ止まってなかった、ロマンティック秒いいね、早速入れちゃう、いいよ、ほじほじほじよし、ではレッツゴー、ああだけど気持ちは飛び込み現金どうでもいい話をして見れたアプリさよなら、次に会った時には好きすぎて目を合わせることもできなかった、気持ちないしょうもないありえない、恋をすると誰もがいつの間にかそれ以前と人が変わる、もんだよまるで別人のように、
イエーイ。はい、あげあげあげ。じゃあドライフラワーが1位ですよ、人気曲ランキング。なんで HKT じゃないんですかね。くー、ほじほじ。これにしようかな。光るものたちもいいですね。まゆちゃんな、シンクロときめきにしようかな。あ、でも待って、今日はミルキー姉さんのお下がりの服なんでお下がりの服で撮影をしたんで、ワルキーにします。なんかずっと毛ついとるんやけど、これか。毛が毛むくじゃらになってしまう。アウチ。なんやろ、ここかな。よし、こっちか。レッツゴー。
ブンブンハロー YouTube、 あ、ショールームでしたね、ここは。すみません、間違えてしまいました。はい、ということで、もうね、前髪が不調すぎて死んじゃう、やだ。だよ。コールしたいんだけど、最高かよ、わだって。コールできますか？絶対できないよ、ごめんけど。チームミクリン推し聞きたい、だって、いいよ。じゃあチームミクリン推しでコールしてください。何これ、2つあるけど、まあいっか。よっしゃ、行くぜ、レッツラゴー。48、あなたは今日でミクリン推し、ほらチーム B。 あなたは今日でミクリン推し、ほらチーム B。 B じゃないね。あなたは今日でミクリン推し、ほらチーム A。 あなたは今日でミクリン推し、ほらチーム A。 いくもんもん。成長しているチーム H、 見に来てください。
よく誰もみんなジーンに繰り押しですよね、ですよね。今日一声がでかい感じがする。歌い方が優しいな。あ、絶対聞こえるもん。恥ずかしいやん。絶対聞こえるやん。もっとミクだってね、大きい声ね出して歌いたいよ。ねえ、真っ赤なアンブレラさ、入ってないんだよ、これに。歌おうかしら。なんか声をあんまり出さないやつがありがたいよね。例えば、なんだろうな。ウィンクしてたと。何にしようかね。最近ホーム画面に戻らなくなった。この配信が。嬉しい。さくらんぼないね。まあね、ゆきりんさんバラードをよく歌ってるイメージだから見ています。あ、ショートケーキあるよ。か、STU さんの暗闇とか。あ、違う、暗闇晴れとこうきか。どうしようかな。ほじほじほじ。何がいいかな。何、みんなのコメントを見る。見るかい。ゆりいかいいね。だって、おお、夏っぽい歌がいい。じゃあゆりいかで。ありがたいね。ゆりいか、僕らのゆりいかじゃん、題名。ちょっと席替えしていい？勝手にしろって話ですよね。ずっとさっきから独り言より喋ってる。嫌だ、最悪。さっき独り言がやばいですよ。席替えしようぞ、しようぞ。絶対おかしいよね。こっちだもん。絶対に。痛い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 。最悪だ。なんて日だ。あれできるかな、まあ、いっか。こっちだよ、普通はね。してさ。やばいやばい、全然。充電器、そういえばここじゃないとダメでしたね。諸事情でできた。よし、歌うぞ。ゆりか歌うぞ。準備はいいですか。おう、だってあ、かっこいいね。レディーゴー。いつもの青よりもっと
と深い青だ。湾の内側の海は色が生きる。また恋人たちはここまで来るのだろう。愛を囁くには波音が必要。原付バイクを飛ばして家まで帰る道筋、わざと山川を選んできた。そういう夢で君を見ない。僕らのユリが発見したんだ。ずっと近くにいたのに初めての感情。夏の太陽に目を細めた時、君のことを綺麗だと思った。多くの事実はそこに隠れている。ただの友達の境潮の流れ次第。なぜ大人になると正直になれないの。愛の告白にはその花が最適。2台のバイクが並んで国道からの脇道、海に行こうって言い出したのはどっちが先だってよかった。僕らのユリが思わず叫んだ。まさか締めたいと思います。バラードって何があるんだろう。何があるんやろうね。バラードちょっとこういう時はコメント欄を参考に。金木犀だ。あ、全然そんな時期じゃないけどね。グリーンフラッシュ、あうち、歌おうぞ。綺麗事でもいいじゃないか。お、詳しい。みんな そんなパッとグルーンだって。グリーンよくそんなパッと浮かんできますね。鼻が痒い。わ、タワー来たってよ。高幸さんだ。高幸さん、ありがとうございます。
たかゆきさん、ありがとう。パワー嬉しい、ありがとう。ありがたわ。お城やお城、ありがとう。ありがとうや、ありがとうよ。なんかコメントしてくださいよ。ねえ、たかゆきさん、コメント読みたいけどね。コメント送ってきてる？来てはりますか？いなくね？あれ？行方不明なんだけど。あれ？たかゆきさんのコメント待ってるんですけど、いいんですか？読まなくて。いいんですか？あれ？あれ？わかった、じゃあ歌うね。みくりん大好き、ボード出してました。あ、今かい。隅で一人泣くより人混みの中で泣きなよ。滲む街溢れる涙、幻想は君に優しい。別れの日近づいたことくらい分かってたはずなのになぜ辛い。本当は好きだったんだろう、恋だって認めなかった。フィルド強がっても心は丸見え、沈んだその声漏れる Love you。 傷ついて添いたくても会う、強くなる。夕方が夜に変わる前に今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ止まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。流してしまおう。失恋をしたその数
ろ。夕暮れが夜に変わる前に、今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ遠回りもいいよね。明日いいことあるかもしれない。もう少し強くなれたら、そうきっと君にも見える。幸せが君にも見える。グリーンフラッシュ。いい曲、いい曲や。え、これ外していいの？イヤホン。いっか。へい、わーい、ポン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 。いや、雑音ができた。はい、やっほーやっほー。よいしょ。あ、めっちゃお腹鳴っちゃった。恥ずかしい。いやー、歌っていきましたけれどもね、なんでカラオケ配信にしたんやろうっていうくらい、あのさ、あれだね、あのさ、声出せなかったね。なんでっていうくらいね、声出さなかった。ちょっとね。ちなみに今ここにはね、時計がないんだよ。だからね、今何時かわかんないんだよ。今何時なんだろう。聞こえました？だってお腹の音を感じかっち聞かないで。切り取られませんよ。4時半やって。あ、4時半なんや。ちょうどいいですね、4時半、ね、なんでここで別れる？もう本当に喧嘩するよ。何時までショールームできる？何時？めちゃめちゃできると思います。でもなんかいっぱい配信するとみんな飽きちゃってルームから出ていっちゃうんよ。何時がいいんですかね、分かんないです。でもぐーたら話しときます。ねえ、めっちゃお腹鳴る。もうやだ、今多分消化してるんやろな。なになに、バレてるって、バレてる、バレてる、何が。あ、バレてて、あ、そういうこと。みんながその飽きちゃって途中で退出しちゃうことっていうことがバレてるってでしょ。バレてるよ、知ってる。コメントがなくなるもん。思い出はいつもだだだだだだだ。そばかす、そばかす。じゃん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 。いやー、カラオケってコメントしづらいよ。だって、あ、でしょ。それをカラオケ配信があまり好きじゃない人もたくさんいるってこともうちは知っとる。知ってるんよ。そう、コメントの流れでバレそうだよ。うん、レッドブル飲んでる。いいな。カラオケ配信好きだけどな。ミクも好き。あのね、マイク使って歌うやつ好き。最近はマイクを使って全然話してないんですけど、好きですよ。
私も歌も大好きだって。私も大好き、あなたの存在が大好き。俺はミクが好き、私もあなたが大好き。怖い。制服の目の公園の曲歌える、歌えるよ、踊れるよ。制服が目を出すよ、なんとかのなんとかで、羊のような新しい春が待ってる。全然歌詞わかんないから適当。まあからでもこうできる、踊れるし、制服が目を出すよみたいなね、踊れちゃう。はい。なんなん、羊のような新しい春が待ってるってどういう意味。無理、もうやだ。ね、制服のね、あとあれ、枯葉が羽にひらひらみたいなやつもあった。え、知ってるよ、知ってる知ってる。あ、そう、ジェラシーのアディバイも知ってる、知ってる。あれ、それ それ鉄のじゃない、あれ鉄のとごちゃごちゃになりますね。はい、服かわいいって、かわいいでしょ。あのね、ミルキーさんからもらったんですよ、去年なんですけど。全然夏になったらなんか着ようって思って、やっと夏になったんで着ました。お洋服ね、見せたいけどね、全然お洋服見えないっていう。なんかこれって全然見えないですよね。ウィス、全然ここら辺しか見えない。なんかワンピースになってるんですよ。姫様になった気分がする。はい、チキン南蛮、チキン南蛮、チキン南蛮、ごめん。愛しなようなふりしてた、ずっとクラスメイトなんだけん。チキン南蛮、チキン南蛮、チキン南蛮、ごめん。撮影の撮影もね終わりました。公演の後に撮影、まあ、普通に写真撮るだけなんですけど、久々に聞いたチキン南蛮だって。好きなんだ、好きなんだ、チキン南蛮、ごめん。ユンキにチクロだって、どうぞ。これね、ねねちゃんかな言い出したんで、どうぞどうぞ。腹減ってきた、またお腹鳴るんじゃ。確かにご当地スタバのために長野県まで来てしまった。あ、でもさ、今日ゆかちゃんが言っとったんやけどさ、山口のなんかごま抹茶みたいなやつ美味しそう、食べたい。でも私も強いて3つは制覇してるんですよ、福岡と熊本、東京。でもね、ずんだが一番飲みたい。もう仙台に行きたい。連れてってずんだシェイク飲みたい。ね、なんか最近めっちゃ思ったこと口にするとめちゃめちゃ涙出てきそうになっちゃうんだけど、やばいよね。なんでなんだろう、仙台に行きたい。涙が出そうになっちゃう。本当に行きたくて涙出そうになっちゃう。もうやだ、さっきね思ってもね、口に出さないことが多いからね。ね、本当だよね。わい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 。ミクちゃんだって、ミクちゃんだよ。遊びに来たよだって。あ、ありがとう。嬉しい。宮崎県が九州に来る。宮崎県は、あ、うん、宮城県ね。うんうん、確かにそう、宮城県。
ご当地スタバ飲みた。東京リベンジャーズとか、東京リベンジャーズ単行本でも最終まで見ました。結婚申し込みに来たよ、だって。私に、私に、え、俺に、ウェイウェイ、ありがとう、ありがとう。え、そう、あ、そう、雄大さん、あのね、宮城って、そう、宮崎って勘違いしてしまいました。はい、ご当地スタバ8月2日までに、おまでやけん、もう終わるようやってマジか。結婚おめでとう、やめといた方が、だってやめといた方がいいって、ファンの人に、ミク、ミクと結婚するのやめた方がいいって。なかなか手が届かないと好きが余すよね。俺もミクちゃんに対して同じ気持ち、ハートハートだって。あー、かわいいね、ありがとう。かわいい。アイドルしてて楽しそう。そう、それはもうね、天職ですよ、本当に。あざます。あざます。手をつないでみたい、だって。ぎゅっと手をつなぎながら、ニコッと微笑んでくれた。鉄の一緒に出ようや。うん、そっちな。うん、そっち。エミリー初リセット楽しみ。あ、ねえ、え、あ、え、そうなん。ね、先々の予定を全然確認できていない。そうなんか。お、ニクリンと仙台行きたい。仙台って何が有名？ミカね、もうね、あのね、一回ね、もう仙台に行ってさ、あのさ、あのね、枝豆とずんだのね、スタバとずんだシェイクが飲めればもう大満足。あ、そうじゃん、仙台さ、牛タンが有名じゃん。そうじゃん、あのさ、利休だっけ、うん、大好きなんだけど。そう、あと牛タン食べて帰るっていう、最高だね。いいね、最高だね。いいな、いや、行きたい、いいな。笹かまもし、笹かま、かまぼこ、さ、笹のかまぼこ、笹かま、え、かて意味、え、美味しそう、食べたい食べたい。肉好きだよね、だって。うん、肉好き。お肉はね、人を元気にさせる力がある。肉大好き。J.Y. パークさんおるんやけど、来てくださいって。うん、忘れたけど、焼きそばみたいなのあったような。うう、屋台の焼きそばめちゃめちゃ好きなんだけど、にさ、あの紅生姜入ってるやつめちゃめちゃ大好き。福岡にも劇あるよ、知ってる。そう、よく家族とかメンバーとかと、あの博多のところにあるんですよ、空店にね、博多駅の空店に劇場があって、めちゃめちゃ前から行ってますよ、よく。めちゃ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 美味しいですよね、本当に。しかもね、私とろろご飯がめちゃめちゃ大好きなの。ご飯あんま好きじゃないんやけど、とろろご飯は別格食べます。あ、めっちゃ響く。私も包丁や中止やね、だって。あらわー、
当に悲しい。さしこちゃんの真似やだな。でも仕方ない仕方ない仕方ない。絵が認知もらいたい人いるって書いてる。誰誰誰似てねえ。だって本気でやってないから。ミクに好かれるには、もう好きなんだけど、まあさらに好きになるには、そうね、いっぱいミク活をすることです。まあもう好きなんですけどね。特に早田さんはよくショールーム来てくれるし、もっと好かれたい。そうですね、もっと好きになったらな。もうね、もっもっもっ、肉活したいね。してるじゃないですか今。これ肉活ですけど、これショールーム見ることはね、活です。はい、肉にて反抗期ってあった。反抗期は、いやいやいや、あ、反抗期はすごいショートで喋って、すごいショートで喋るじゃん。反抗期はそうですね、多分なかったです。はい、多分反抗期は、ないかも。あ、反抗期、反抗、あーでもどうだろう。でも自分の思った意見を言うようになったら反抗期って言われるけん、親に。だから反抗期なのかな。来たんじゃないですか、高校くらい。おもうね、わからん、自分ではわかんないものじゃない、わからんけど、記憶ないな。でもなんか分かりやすい反抗期とかあるじゃん。ないね、なったこと。でも来た方がいいって言いますよね、反抗期って、ね、どうしようかな、二十歳になって反抗期になってしまったら、何にでも歯向かいたくなったり。あー来たんじゃない、わかんないな。あ、ごめんね、来たのかな。なんかね、多分反抗期の時代に親とあんまり会ってないんですよ。会えてなくて、仕事があったから。だから多分普通にこう HKT 入ってなくてだったら多分反抗期になってたかもしれんけど、なんか HKT の活動ほとんどでメンバーといることがほとんどだったから、そもそも反抗期の時期に親に会ってないのかもしれない。そう、反抗するまでもなんか会えてないから、多分そういうことじゃないですか。ちょっと前髪が違った。ホームシック、でもね、ホームシックは なったことないの。一人は快適でいいなみたいな、あんまりない、あんまりない。多分 LINE とかで、あの愛犬の写真送ってくれたり電話したりするから会いたいなって思うけど、ホームシックまでなったことないわ。もう多分なんかその、もしもジャングルジムとか、あ、ジャングルとかに一人で置かれたとしても楽しめると思う私。メンバーによく言われるのが、ミクリンってどこにいても生きていけそうって言われる。褒めてるのかなこれ、けなされてる、あ、多分ジャングルにもしね、ヘリコプターで置いていかれたとしても、どこか海外行って取り残されたとしても全然楽しめる、生きていけちゃう、なんとか。野生児だから、ちっちゃい頃から木に登ってばかりだったんで。
当にいけちゃう。野生児野生児、男の子だから性格が全然いけちゃう。でもね、あのね、年を取るごとに女の子っぽくなっていったんです、私って。本当にね。でもあのね、もうどうでもよくなったらめちゃめちゃ男の子っぽくなるかもしれない。いやーって感じ。ワイルドです、本当に。うん、普段はちゃんと、でも何かスイッチが抜けたら、何か線が抜けたらもうイヤーって感じ。可愛いままでいて。そうですよ、あのね、スイッチが何か抜けることはないんですけれども、スイッチっていうか、なんかあるんですよ、抜けることはないんですけど。ターザンかよ、だって。いやー全然違うやろ。そう、そこででもね、生きていけると思いますよ、私は。だから私あれやってみたいんですよ、なんかさ、イッテ Q、 世界の果てまでイッテ Q、 スイッチがっていうか、なんか線が抜けたらめちゃくちゃ活躍できそうですけどね、もう、私は眉毛はつなげませんが、ここに肉って書きます、赤いペンで。肉って、眉毛はつなげないんですけど、デカバガール加入。何がザリガニも全然だけど、 NG ない女だから全然何でも余裕でこなしちゃうよね。はい、 NG ないんで。セミもかな、だって。ね、あのね、虫は苦手だし、セミも本当に大嫌いなの。なんか夏は本当に無理で、なんか家のさ、玄関開けたらね、目の前にセミがいたんだよ。もうって思って、私そこから30分くらいずっと家から出れんくって、ずっと一人でなんかそのドアを閉めて、なんかボンボンって叩いたりとか、なんかさ、逃げないかなと思ったんだけど、全然セミ逃げてくれなくて、マジでずっと居座っとるんよ、うちの玄関の前に。そう、だからもうね、あのね、30分くらい家から出れなくてね。そう、そんくらい苦手だけど、なんかあの線を何かプチッと何かが切れたらいけれそう、なんかどこででも生きれそう。もうね、諦めたら何でもいけちゃうよね。うん、歯並び綺麗だね。ありがとうございます、本当にすごい嬉しいです。なんかって言っちゃった。なんか矯正通って1年ちょっと経つんですけど、ね、どんどん良くなっていってる。めっちゃ痛かった最初は、今あんま痛くないけど、すごい特技だって。うん、趣味も特技もあんまないんですけれども、多趣味すぎてもうね、全部好きだからないんだよ、これって言ったものあんまり。だからなんか困るけど、うん、意外とこういうのいけるそう。フェイスライン変わったりした、だって。あー全然、なんか私の場合なんか歯が前歯以外全部奥に入りすぎてて、顎はちっちゃいからかな、なんかそうだから、それを歯を前に出した
そしたらあのね、歯が正しい位置に行ったからか奥歯が生えてきました。ここ一個だけどんどん奥歯が生えてきた。なんか今こっちだけ奥歯生えてるです。です。親知らずじゃないんですよね。あ、奥歯ないんですよ私。そう歯医者さんに行って知ったんですけど、私奥歯がないんだって。だから親知らず生える前に奥歯生えてないから親知らずは一生生えてこないって言われてちょっと安心しましたよね。なんか今奥歯が3本足りなくてやっと1本ここ生えてきたって。今二十歳になる前にね、やっとね、奥歯がね、生えてきてる。こっち亀かな？こっち亀かな？歯は何本ありますか？歯が、だから歯人って何本あるんだろう？なんか人よりも、だから4本少なくて、親知らず生えてる人と比べたら8本少ない。です。I love you, みくだって。ああ。Me too, me too. 私も。みくも。うん。今だから24本かな。何本だ分からん。劇場からショールームしてる。イエス事務所。人だと歯が全部きれいに揃って32本らしいよ。だって嘘じゃん、絶対嘘だよ。そんな本当に、え本当だ。そうですよね、親知らずとかも全部合わせたら32本になるか34本になるか。私が今歯の本数が、24本なんですよ。で奥歯が生えてきて25本。普通は28本なんですよね多分、親知らず生える前が。そうなんですよ。今買い物をして帰ってきてよ。いいな。歯の本数って数えれるの？ベロで数えれる。こうやって。そうね、でもベロが柔らかいから数えれちゃうんですよ、こうやって。うん。こうやって、順番に歯を当てていって。もう一本入ってこないとバランス悪いな。だってそうなんですよ本当に。特技やん。だって本当ですか。ぬーこんにちは。こんにちは。私の歯の数も数えてくれ。自分で数えろやもう自分で数えろや。あおちゃん、あやみん、アイリー、マリア、スチモン。悲しいよ。ミクリンがいないじゃないか。悲しいよ。ガーンだって。ミクリンがいないじゃないか、こんなに。あれ悲しいよ。うちはうちは美久林がいない。クサ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 だって。うーん悲しいな。美久林は私の心に刻んでありますだって。おお、ありがとう。刻んでるんか。そういうことね。あった。
ゆきりんショールーム明日できるかな、だってできますとか言ってできんかったらめっちゃダメですね。多分できる、うん、博多はミクだけっす。北海道と博多で遠いですが、確かにもうさ端と端やん。でもうち北海道めっちゃ好き、めっちゃ好きやねん、めっちゃ好き。あー本当に北海道行きたい。ナッピーに連れて行ってもらおう。ルルルル、北海道で写真集イベントしないの、なんかいろんなところでやりたいですけれども、まあ、このご時世というのもあり、あり、そうなんですよ。今の季節に北海道行きたいよね。うーん行きたい、暑いもん溶けちゃいそう。北海道お出かけ握手会夏、ミクリンめっちゃ可愛いね。あありがとう、嬉しいね。初見、海さん、こんにちは。こんにちは。ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。あ、おばちは流れてるんやけど。公演が始まりました。やばい、公演行かなきゃ。公演行かなきゃ、公演行かなきゃ。焦っちゃう、このおばちは流れると。本当に。村重さん生誕祭、あ、しげさんの生誕祭明太子しげさん、そうだよ、今日会いましたもん、楽屋で。しげさんの生誕祭が始まりました。毎日30度超えで北海道。そうなんですか？なんかいつでも寒いイメージでした。そうなんだ。よし、今何時ですか？今何時だろう。公演始まったんで17時、はい、じゃあここら辺で終わりにしたいと思います。公演、まあ、HKT ファンの人はぜひ公演 DMM 見てください。恋を語る詩人になれなくて、じゃあ13位から白さん、12位たもつさん、11位はるみさん、10位ゆかりんさん、9位やすくにさん、8位はなっちみくりん、7位は堀の内うどん、6位はにこちゃんマーク、5位はギブフアイさん、4位はけんさん、3位は元気くん、2位はハラッシー、1位はたかゆきさん、ありがとうございました。まあみくりんファンはけいぽさんのね公演を見て、まああのね推し編などしてほしくはないんですけれども、まあ HKT のファンの方ぜひ公演見てください。バイバーイ。